今日は光るランタンカードを作ります。フルタブを引くと右から順にライトが光ります。こちらのスタンプと台を使いました。黄色のチビトロニクスを使います。こちらの紙を使います。赤のカードストックを長方形の台で、黒のカードストックをボーダーの台でカットします。その他にこちらのパーツを準備します。日本人形と招き猫のスタンプをメメントでスタンプします。コピックで色をつけていきます。輪郭に沿ってハサミでカットしていきます。白のカードストックをフェイデッドジーンズとブラックスートのディストレスオキサイドで色付けしていきます。筆に水をつけて水滴を飛ばします。ペーパータオルで余分な水分を拭き取ります。パーツを配置してランタンの位置を決定します。
ランタンのスタンプをバーサマークで押していきます。ロープの部分をバーサマーカーで書き加えます。ゴールドのエンボスパウダーでヒートエンボスします。ボーダーのパーツとベラムペーパーを仮止めテープでコピー用紙に貼り付けます。センチメントとランタンのスタンプをバーサマークで押していきます。ゴールドのエンボスパウダーでヒートエンボスします。ランタンの部分をクラフトナイフでくり抜きます。パーツを配置して日本人形の位置をマークします。長さ 1.5 インチ、幅1ミリのスリットを書いてカットします。カイロ用のカードストックに重ねてランタンの位置とスリットをマークします。スリットの部分を切り抜きます。プルタブが通る場所に印をつけます。チビトロニクスの位置を書き込みます。電池の位置を書き込みます。鉛筆で回路を書き込みます。今回は右から順に電気がつくようにしたいので、マイナス側は3本の回路に分けて書き加えます。鉛筆の回路の上に銅箔テープを貼っていきます。
電池の位置に来たら、両面テープの剥離紙を剥がして、銅箔テープを両面テープの上に貼り付けます。電池をプラスを上にして貼り付け、上からプラス側の銅箔テープを貼り付けます。黄色のチビトロニクスを印の上に貼っていきます。スイッチを作っていきます。正方形のパーツを半分に折り、スリットに差し込みます。台紙側に貼ってある銅箔テープの位置に合わせて、スイッチパーツにも銅箔テープを貼っていきます。銅箔テープをぐるっと一周貼っていきます。同じようにしてスイッチパーツに銅箔テープを隙間なく貼っていきます。スイッチパーツをスリットの中に戻します。スイッチパーツに両面テープを貼っていきます。スイッチパーツにプルタブパーツを表と裏から貼り付けていきます。チビトロニクスと電池を上からセロテープで補強します。
回路を貼った台紙の周りに薄いフォームテープを貼っていきます。くり抜いたランタンの裏側から赤のベランペーパーを貼っていきます。ボーダーパーツと招き猫のパーツを貼っていきます。回路と表紙を重ねてスイッチパーツの上にスリットの位置を書き込みます。長方形のパーツを半分に折ります。折ったパーツに両面テープを貼り、プルタブの上に貼っていきます。表紙を台紙の上に貼っていきます。日本人形のパーツをスイッチパーツの上に貼っていきます。赤のフレームを表紙の周りに貼っていきます。出来上がったパーツを2つ折りにした黒のカードストックに貼り付けていきます。完成しました。プルタブを引くと右から順にランタンが一つずつ光ります。光るランタンカードの作り方、わかりましたでしょうか？